はい、皆様こんばんは。ワールドオブタンクスの公式大会、WGL アジアエーペックゴールドシリーズのシーズン1、5週目ですね。5週目ウィーク5の、配信日10日目配信で10日目をこう日本この英語配信の裏で日本語配信も同時に配信しております。はい、本日の実況を担当いたしますのは戦車おじさんことティーナトリ、そして解説はです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。といったところでね、こう2試合で我々のこう体力はすでにこう限界に近いところまで削られておりますが、なんとか頑張って、この後2試合を乗り切っていきたいと思います。はい、頑張っていきますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の目玉は最終戦ですからね。そうなんですか。そういうことにしておきましょうよ。でも最終戦なんかイエルが簡単に勝ったりしそうじゃないですか。どうなんでしょうかね。その結局このシーズン1っていうのは下の4チームに4チームの 足をこうどうやって切るかっていう試合ですので、こうそうですね、ちょっとそういった試合形式も問題になっていて、こうその一旦順位が確定してしまうと他のチームのモチベーションが一気にこう失われてしまうっていったところから、先ほどのようなこうメルトダウンのこうタンク、無気力試合ですよね、どう考えても。そうですね、本当は、本当はそういうことはなあってはならないとは思うんですが、結局のところこうどうしてもね、こう 楽な方に行こうとしてしまうのが人としての差がですから、どうしようもないとは思うんですけど、こうね、ステージ2からは消化試合一気に減ると思いますね。そうですね、もうそこからステージ2に入ってしまったら、もう降格争いとか出てきますからね。プレーオフは当然のことですね。こうもちろん上の上位チームはこう優勝争いとプレーオフに進出するための争い、そして下位はもうね、一回落ちてしまったら這い上がるのはかなり厳しいシステムですからね。そうですね、チームの今シーズンからめちゃくちゃ厳しくなりましたからね、はい。そしてこうあまりね、こうあんまり楽なことをしようとしてしまいますと、こうね、 RU でもこうね、万祭りとか行われたり、これは全然こうね、こうリーグとは関係ないんですけど、関係のないところで楽をしてしまったがためにそういったこう事態になってしまったり、こうね、 EU でしたっけ、こう選手がいなかったことにされてしまったとかっていう、まあ、RU もありますし、EU でもそんなことありましたし、ね、なんか NA でもなんかどこかのチームが消し飛んだという話が聞きましたね。まあ、これ消し飛んだ、NA のチームが消し飛んだのは、なんか不祥事を起こしたからではないらしいですけど、そうですね。なんかそういうことはありますね。はい。なので、こう引き締めて、本当に引き締めて、こういかないと、もうね、いつ、こうね、代わりに熊さんがいるかどうか、定かではないですけどね、熊さんいる可能性も存在しますからね。思い出されますのがやっぱりこうシルバー、スーパーヌーブズですか。スーパーヌーブズのそのこう丸々失格ですよね。そうですね、あれどうなるんでしょうね、はい、あれ多分 WG リーグにも処分あると思うんですけど、しないんですかね。あれ、RU では処分になりましたよね。そうですね。同じことをやった人たちは。スーパーヌーブズは処分を食らってしまったわけなんですけど、こう、ね、今回ね、VPA という、こう、大手ベトナムクランが、こう、今、処分を受けていますので、もしかしたら、可能性的には。多分、WG リーグ的にも処分があるはずだと思いますけど、なかったら RU の方でなんで処分したんだって話になりますからね。なので、ちょっとね、これに関しては、こう、スーパーヌーブズのその降格の後の最近の話にも結構いろいろとありますので、ちょっと経過を慎重に見ていきたいところですね。はい、はい、それではそろそろ準備ができそうですか。見ていきましょう。いいですね、そういうのを求めてました。こういうのがいいです。そうですね、はい、プロフィットもこう真面目に編成を考えて、ちょっとね、焦点ぼやけてはいますが、ちょっと重めにしてきましたね。E100 コンカラーっていうところ で、多分これはね、HP を比較的底上げして、はい、あの LT、MT はいいと。HT で比較的底上げして、多分4005対策もちょっと含んでるんかなっていうふうに見えますね。そうですね。それに対して、
アタック側のティーム FCNC なんですが、これまたこうね、まんまそのイエロングのコピーだとこう面白みないから、俺たちなりにアレンジしてみたよ的なこう匂いがプンプンする感じの編成になってますが、多分バッドチャットがちょっと彼らっぽいですね。多分バッドチャット誰乗ってくるんだろうな、予想しましょう。マーブかサフィーでしょうか。マーブかサフィーでしょうね、おそらく。マーブかサフィーでしょうね、うん、まあこの2人のどっちかだと思いますけど、うん、さあといったところで、非常に楽しみな展開ですよね、これは。さあねえ、まあ基本的にこう真面目なティーム FCNC っていうのはこう設立当初から真面目なチームですからね。まあそれが長続きしてる秘訣ですね。そうですね、うん、まあなんか消化試合だから出ないとかはやらないですね。そうですね、真面目に出てきますね、毎試合。どのチームも真面目に、どの試合も真面目に行って、まあ勝つのも負けるのも彼らは結構エンジョイしてる感じがしますよね。そうですね、そういった点でやっぱりこうチーム FCNC というのは古豪でもあるし、そのやっぱり人気のあるチームなんですよね、一つとして。そうですね、はい、ですのでこう彼らの動きっていうのはやっぱりこう我々としても共感できるところがありますし、うん、こうね、日本人チーム以外に頑張ってほしいなと思ってるところですよね。いや、なんか偏ってますね、いいですか。いやいやいや、日本配信ですから大丈夫ですよ。大丈夫ですか、はい、あ、まあ、日本の配信ですからね、自由ですよ、フリーダムですよ。こう、うん、日本のチーム以外に対してこう頑張ってほしい、特にね、イーロングに対して頑張ってほしいなっていう。そうですね、で、アライグマではなくてレッサーパンダですね。レッサーパンダですね、はい、チームのこうマスコットはレッサーパンダですね。なぜか知らないけどこう一時期レッサーパンダが流行した時がありましたが、こう、まあ、ともかくその設立者コミックスでいいのかな、こう今となってはどこにいるのかっていう話なんですけど、コミックスが働いてるんじゃないですかね。そうですね、うん、レッサーパンダが大好きだったからこうレッサーパンダをチームのこうマスコットにしてしまったといったところなんですけど、さあ始まりそうですね、見ていきましょう。プロフィット VS エフィシェンシーの試合がそろそろ始まりそうです、見ていきましょう。車両編成はそうですね、先ほど出たピックと全然変更はなしで、プロフィットは、マップ左上の方に完全に車両を寄せましたね。重い構成なんでこういう風にしますね。そうですね、こう、まあキャップに入れるなら入れてこいよっていう、そういう編成ですね。キャップに入れられてから当たろうということですね、うん、まあもちろんそういった編成であることは、ティーム FCNC にも分かってると思いますので、じゃあティーム FCNC 側としてはどういうふうに罠を張ってやろうかっていうのがこう肝ですよね。動かしていきたいですね。まあこう単純に考えると3ライン、そして5ラインに罠を張りつつキャップを入れるといったところじゃないでしょうかね。あと1390、これ見られてないのにブラインドですか。多分視界を取ったんだと思う。視界を取ったから逆に撃たれるんですね。こう視界を取ると撃たれます。こうね、発見したから逆に撃たれるというね、発見もされてないのになんで撃たれるんだよって話なんですけどね。発見されたことで、あ、来たって言ってこうね、思わずクリックしてしまう、そんな時あると思います。まあここは撃っておくところですね、とりあえず。うん、とりあえず六冠がここでついたら撃っておくところだと思いますね。うん、まあ 5GB だと構えてる可能性もあるんで。うん、損はないですね。さあコンクも発見されたので慌てて逃げますね。下げましたね。下げましたね。これあんまりこう下げすぎると、じゃあ今度ね、こう A ラインでキャップされた時にどうやってこう対応するんだっていう話になってくるんですが、多分キャップされたら前出るんでしょうね、うん、ちょっと怖いですけどね、前出る瞬間がタイミングちょっと遅れないかなっていう風な気はするんですが、まあ FCね、TE としてはもうこれセオリー通りですよね。オートローダーをきっちりとゼロラインに置いて罠を縦ラインで仕掛けるっていう。ああでも 50B 発見されて一発打ち込まれてますね。うん、これこうね、どこから受けたんだっていう話になるんですけど、どこで発見、マーブですねこれ。あの、うん、リロード入れてますね、マーブ。うん、マーブから多分 S3F の S の3の切れ目を通して1ラインを通ったのかな。そうですね、こうかなりね、細いルートではあるんですが、よく通しましたねっていうところですね。よく見てますね。でここの 50m 取っても、いないということで、どうするんですかね。
ティーかなり押し上げてますね。押し上げるならパーティーと、この後ろにいるもう一人は誰でしょう、デクスターかな。この、二人、50D2 枚を北側に持ってきたいですね。E の1、50B 入ってるのは見たわけですから、まあ今下げてますけれども、下げてるのを確認してないということは、ここにいると仮定できるわけですね。そうですね。で、E の1にいない、いると仮定するなら、1キャップを取って勝つっていうことはもう無理なんで、うん、下げて2キャップ側へ向けるのが自然ですが、まあもちろんもういい力を下げてるだろうっていう考え方もできるんで、そこは微妙なところですね。さあ、まずはサフィーがキャップを踏みに行った。そして、あと1390が発見されて、これは問題ないのかな。2キャップにしましたね。キャップは打たれそうな感じもしますけど。そして、榴弾撃ってますね。榴弾撃ってるけど、こう、コンクの榴弾で果たしてあのキャップ切れるのかって言われたら難しいところだと思うんですけどね。あっと、公園内で大規模な戦闘が勃発。あ、外しましたね、サフィー。うん、サフィーは外して。まあ、スケールは維持したまま、コンカラーを8と9で引きつけてるから、うちが有利だって言ってるんですね。そうですね。まずは、じゃあ公園で戦いたいなら、それをしてやろうじゃないかっていうのが、ティーム FCNC のやりたいことですよね。あ、でも FCNC 効率いいですね。113、113で打ち続けて、うん、その横から通ってくる車線を気にしたいですね。さあ、113の頭を下げさせたので、こう、今度は JP エクセレス、がこうきっちりと前に飛び出して、あ、しかも弾いていきますね。あっと、しかし側面食らってしまった 50B に対して、 50B からこう食らうと結構厳しいんだが、ちょっと T 後ろからのラインがいまいちいいところに届いてない感じがしますね。ただまあ、うん、ただまあ勝ってるのは勝ってるんで、まあ、このまま続けていくのか、それともこれはちょっとまずいと考えているのか、まあ、どっちでしょうね。難しいところですね。こう。難しいところですね。あ、これでもサフィーが多分 50B を潰して、そのまま2ラインを上がっていきそうですね。こう、ねえ、やっぱりバッドチャットは飛び道具なわけですから、こう、有効に使っていきたいですよね。さあ、2ラインの、こう、50B に対してバッドチャットの射撃が刺さるか。あ、そうですね。これは、ね。ああ、刺さりますね。そら、そうですよね。さあ、ここから。公園の中の113が倒せないですね、なかなか。うん、このね、JP エクセレスの113が硬いんですよね。ああ、しかし、息が当たりましたか。というとこですね。うん、きっちりと、まあ、でも仕事は果たしましたよね、時間。仕事はしましたね。で、スケールが今、この北で、コンカラーと戦ってるので、やっぱり8と9の交換は大きいですね。うん、この2枚で交換できるなら、全然不満がない。というところでしょうか。時間をかけるだけかけさせて、さあ、ただヒットポイントね、そこまでこうあるわけではないの で、まあ、あっとマーブ、このタイミングで一発受けてしまうのはちょっと厳しいか。コンカラーに余計な一撃をもらってしまったのでちょっと難しくなったか。サフィーのバットチャット、サフィーのバットチャット、早くリロード終わらしたい。そうですね、このバットチャットが弾をが 入ってくれない限りちょっとできないですね、何も。サフィーがこれ、コンカラーを潰せるので。そうですね、こう。ね、ああ、助けるのは間に合わなかったですね。そうですね、50B に撃たれて、さあ、もう一発食らう前に、ああ、倒し切りました。ヒットポイント、これでこう、かなり得した状態で、折り返せますね。あっと、パーティーの 50B が、ちょっと迂闊に前に出てしまった感がある。ああ、バグナイズも弾を外してしまいましたね。ちょっと今のは、失敗しましたね。当たり方失敗しましたね。E100 のリロードが終わって、あっと、なんとかこう倒すことには成功したんですが。サフィ弾が足りないですね。サフィ弾足りないか？あっと、これ逃げるしかない。やらかした感、いずありますね、これ。やってしまいましたね。ちょっと重さが、ここに来た。あっと !E100 がきっちり弾通した。やってしまいましたね。逆転してしまいましたね。そうですね。やってしまいましたね。ちょっとね、サフィーのそのリロードのポジションがね、甘かったですね。
ちょっとサフィー回りすぎたのと、リロードのタイミングが多分遅かったんでしょうね。50ピン打ってからすぐリロード入れて、すぐに後ろにつくっていう風にはならなかったですね。またそのマーブの位置も良くなかったですね。マーブがちょっと迷って末に栄養に入るような形になってしまってるんで、多分あれもありますし、後ろのパーティーが打たれすぎたっていうのは、打ったパーティーディクスターですね。そしてそうですね、ディクスターすごい勢いで打たれてましたね。あれはちょっとまずいですね。一瞬で線飛んでますからね、それはちょっとまずいかな。こうプロフィットもプロフィットでうまい具合にその公園のそのダメージをあまり取られない、もちろん取られてはいるんですけど、こう公園の周りでうまいことを粘った上でのこうヒットポイントの差の勝利ですからね。これはもう本当によく粘ったっていう感じですよね。D ラインよく耐えましたね、はい。まあその T がはっきり決めに行けなかったっていう事情もあると思うんですが、その 50B を出す過程が怖いんで、リプレイ来ますね。リプレイが来て、こう、今来るかな、今来ましたね。さあリプレイ見ていきましょうか。ここですよね。こうサフィーここで2発、こう本当はね、50B 助けたかったんですよね。助けたかったですね。50B がいれば何のことはないんですが、こうサフィーここでこう弾が足りないんですよね。この一発が大きかったですね。そしてこう最後、こうすっごい薄いところ、こう E100 がきっちりと当ててきました。最後 215B ちゃんと通してればもう1ワンチャンスあったと思うんですけどね。そうですね、はい。もちろん難しいのは難しかったと思うんですけど、そしてパーティーがうかつにその E100 に対してこうアタックかけちゃったんですよね、うん。E100 どこ打ってんだと思ったら、あれパーティーに打ってたんですね。そうなんですよね。113に打ってるのかと思ったら、まあ113打ってもよかったと思いますけど、そうですね、まああえてパーティー打ちましたね。まあ 50B 入ったら4発ですから、そうですね、まあ、それよりは113よりは先に。ただあれね、パーティーに関して言えば先にこうね E100 打つよりこう縦のその113なり 215B なり打っといた方がよかった。 215B を先にフォーカスして倒しておけば、多分バットチャットもフリーハンドで、 50B もフリーハンドでこう、うん、まあ一旦ちょっと仕切り直しだって言って別れることができたんですよね、うん。それができない、ね、ちょっとフォーカスがぶれたのがこう試合は、ま、負けてしまった原因なんでしょうかね。それと113は接近戦がやっぱり弱いですね、はい。113同士とか E100 対113とかになってしまったときに、頭がカツンカツンいうような距離になるじゃないですか。そうですね。その時がちょっと弱いですね、113。IS3 に似てますね、そういう意味では。問題は IS3 は無事抜けで性能が高かったんで、結局どこ、なんていうんですかね、相手が T32 だろうが、なんだろうが、近づいてしまえば、なんていうんですかね、逆に相手に対しても強いっていうことが言えたんですけども、113はそうでもないので、まあ、そこのところをどうするかっていうところだと思います ね。113のそういうところを、欠点をうまく解消していくってことが大事になってくるかなと、こうね、ダメージ取る車両が結構分裂してしまっているのがこう気になるところなんですよね。そうですね、いやいや、こうね、やっぱりこう今までの試合と違って全然こう話すことがね、こうしっかりしてますから、我々としてもこういう試合がたくさんあればあるほど、こうあまり疲れは感じずに、こう解説も、説明できることを、言いたいことをたくさんありますからね、はい。いや、今の試合プロフィットはうまく粘ったんじゃないでしょうか。そうですね、うまく粘ったと思います。その自分たちのそのヒットポイントがたくさんあるという属性ですよね、こうをうまく生かしきったっていう感じですよね、うん。あとは相手のオートローダーにあまり仕事をさせなかったっていったところではないでしょうか。さあ、相手のオートローダーに仕事させたら意味ないですからね、何も。そうですね、さあ2戦目ですよ。プロフィットもまあこれ分かりやすいといえば分かりやすいですよね。 E102 枚ですか。そうですね。そして、ティーム F 戦士の方なんですが、目を引くところといえばやっぱり4005。ここでなんかね、こう自流に乗ってきたなっていう。4005強いですからね。今見た感じ4005かなり勝率高いんじゃないですか。こうじゃあね、ティーム F 戦士流に4005を使うとどうなるのかっていうところですよね、自分たちの使い方がどうなのかっていうところは見たいですね。そうですね、こう4005っていう戦車は良くも悪くもその試合の流れをこう決めかねない戦車ですから、
こうどういった試合展開になるでしょうか。怖いですね。こうね、うまいこと当たればいいんですけどね。こう当たらないとこうとんでもないことになってしまいますから。はい。さあ試合始まりますか。見ていきましょう。まずはおっと、もうすぐに。なんかすごいところで251が打って打たれてしましたね。打って打たれてしてますね。まあ、HP は動いてないですけども。ロヒット HP 高いですから、7、8から5位に押しますね。それに対して、T 受けなかったですね。7、8で受けるのかなとか思ったんですけど、まあこの構成だと7、8来るの、まあ目に見えてますよね。というところでやるのかなと思ったりしますね。さあ、400が発砲できるか、E100 に対して発砲できるか。ああ、打ちましたね。574。まあ、貫通はしないけど、榴弾、こんなもんだよと一発。うん、ああ、でもそれにしてもこう、ダメージがでかい。113に、2発食らった。113に打たれてますね。113ヒートですから、E100 に対しては113全然いけますね。ちょっとね、結構ね、弾かれる可能性もあって難しいんですけどね。ただ、E100、その公園のど真ん中通らせるのは、やっぱりちょっと強欲だったんじゃないかっていう気はしますね。強欲ですね。あと 215B に対して榴弾発砲しましたが、マーブ当てきれず。マーブそれはさすがに E100 を打った方がいいんじゃないかなと思いますけど、ね、そうですね。ただ E100 打ちに行くと逆にダメージ取られる可能性高いですからね。それが嫌だったんでしょうね。それはまあよくわかりますね、今のは。特にこうね、E100のヒートなんてね、こうスパスパ貫通しちゃいますから。あっと、そう言ってるうちに公園の中の E100 が一両撃破された。ちょっとこれキャップまでたどり着けそうにないですね。やっぱりその突っ込んだポジションが強欲ですよね。こう、いける広場の中は取らせてくれないですよね。さすがにそれはやりすぎだろうっていう。おっと、北側に RU が行って、これ、4005がこうキャッターが切れて、しかもダメージを受け続けていく。こう4005がこうダメージ、延々と受けると大変なことになるので、これは一旦射線を外していくか。しかし RU を打ち切ることができない。対応しに行った1390がどのように出ていくか。4005はかろうじて逃げましたね。いや、カメラは IS4 をずっと映しております。そこじゃない。 IS4 じゃなくて4005が見たいですね。そこじゃないんだよなっていう。はい。しかし前線ではまだプロフィット戦えてますね。そうですね、まだまだフロントラインはこう形成できてますからね。 215B と113が2枚いますし、ただ E100 がこれで IS4 に打たれると、そうですね、 IS4 はもうこれ広場の中勝負に出てきましたね。こう一発は打たれるだろうと。でも IS4 でもこう回り込めるぐらいのこう機動力はあるぞということで、一発食らう前に仕留め切りたい。仕留め切りました。しかし、あっと、こう、バットチャット部隊に今度 IS4 が引っかかってしまう。これあんまりこう、もたもたしてると、あっと、バットチャット 215B にこう2発、3発と打ち込まれていく。これは厳しいか。しかし、215B 打ってますね。215B にフォーカスが逆に入る。215B なんでそこ出たんでしょうね、逆に。そうですね。あそこで。逆になんで出たですね。打ってるだけでもよかったんですけどね。なんか横からパーティー通せるやん。ねえ。パーティー、これ、パーティーこれなんか来たでみたいな感じでしたね。そうですね。さあ、あとは113に対してまずはフォーカスを当てていく。そうですね、冷静ですね。一つ一つ潰していこうっていう意図がよく見えますね。今なんか味方に打撃射撃食らったんじゃないかっていう、そんな気はしますね。そういうダメージの食らい方をしましたが、まあまあまあ、でもこれもう完全にか、あとはもう棒で囲んで殴る、そうですね、囲んで棒で叩くだけですよね。はい。いや、もうきっちりと、きれい、丁寧ですね。その、まず考えなければいけないのは、なんでこう E100 をこう、広場の中通してしまったのか。8ライン、北は走るかなと思ったら、北に行かなかったですね。ねえ、8ラインを通すだけならまだ強欲じゃないんですよ。まあ、こう、通行量食らってしまうかもしれないけど、それでもこう、ポジションは取れると。ただ、こう、ああやって広場の中に入れてしまうと、
どこからでも撃たれますからね、車線通りますからね。そうですね。さすがにあの2両は強欲だったかなと。もしあの E100 の動かし方をするんだったら、他の車両をもうちょっと積極的に押し上げてやらないと E100 がただ撃たれてしまうだけになってしまいますので、そこはこうやっぱりフォローしなきゃいけないですよね。ただこうヘモをやった相手のフォローに回るっていうのも、それはそれでこう嫌なものなんですけどね。いや、まあしかし11さん200綺麗に倒せましたね。そうですね。やっぱりヒートがね、こうバシバシ刺さってしまうっていうのがやっぱり E100 の良くないところで、うん、あのちゃんと砲塔にさえ当たれば貫通力が高いんで、多少斜めでも貫通してしまうみたいな。そうですね。45度傾けたとしても、こうヒートだったら可能性的にこうね、貫通できる可能性っていうのは残ってますので。残ってしまいますよね。今 E100 同士だったらね、あの E100 は貫通力低いんで、ヒートでも、E100 そうでしたっけ。いや、なんか違ったような気もするな。なんか貫通力、いや、E100 貫通力高いととか言われたら困るから、ちょっと保留しとこう。まあ、こうね、まあでもまあ、うん、強いですけどね、なんだかんだ言って。強いですけどね、単発高いですしね。700ありますからね、単発。近づけばね、強いんですよ、近づけば。うん、距離を離した戦いになってましたよね、今、113対2。そうですね。E100 の15センチの貫通がヒートが334平均なんです、ね、高いですね、思ったより。334覚えやすいですね。334なんですよね。こう334覚えやすいですね。チャウは阪神関係ないやろって話なんですけどね。334はでも覚えやすいですね。こうそしてこう、113が340ですか。あんま変わんないですね。そうですね。まあただ距離離して何発も撃つって考えると、まあそういうわけにもいかないんですよね。そうですね。といったところでスタッツが出てますか。113、そうですね、200やっぱりダメージ出てないですね。出せてないですよね、はい、機会がなかったね。こう、そうですね、ちょっとそのね、ヒットポイントタ、なんだろう、タンクとしての E100 の使い方はもちろんあるにはあるんですけど、さすがにこの下3両のスタッツはいただけないかな、やっぱり。うん、やっぱり機動力がないっていうところですよね。一方的に撃たれてしまうっていうのがあるんで、うん、先ほど僕はその HP が削られながら削るもんやと言いましたけども、ここまで速度差が違うと一方的に撃たれるっていうのがあるんで。そうですね、まあ、それは考えないと。うん、はい、あ、来ましたか。そうですね、そろそろ来るんじゃないでしょうか。次のマップはプロホロフカですね。はい、見ていきましょう。113が1枚に RU、 そしてバッチャー STB1、 E5 2枚に日語 B という、やっぱりちょっとプロフィットは、守り変調のその重い編成を使ってきていますね。そうですね、ちょっと重いですね。ヒメルズドルフもそうですけれども、ちょっと、うん、これがしんどいんですね。それで、そうですね、うん、それに対して、Team Efficiency なんですが、113を筆頭にバッチャが3枚、140251と、ヘビータンク1のミディアムタンク6、ライトタンク1という、もう完全な軽い編成ですよね。そうですね。こう編成が軽いと、その最初のムーブですよね、最初の動き方一つ取ってしてみても自由度が違うんですよね。うん、やっぱりその構成を全体として考えてどうなのかっていうところを、うん、しっかり作れているかですね。やっぱり高速車両の方がそこを作りやすいんですよ。自由度が高いですから、 その分だけ。まあただ HP とかね、まあこういうところに問題を抱えてると。そうですね、そのいくらヘッドポイントが高いといってもね、こうもちろんヘビータンクっていうのは硬くてヒットポイントがある戦車だよということなんですが、さすがにね、いろんなところから撃たれてしまいますと、その硬さも意味がなくなるということで。そうですね。なのでこう、おっとプロフィットはまずはこう、うん、まあこれは渡るでしょう。渡らせますか。うん、まあこの構成で正面から突っ込むと先打ちでバシバシバシと打たれる可能性あるんで、それは嫌ですよね。うん、まあ渡ってみて、ただ渡った時にキャップを取られるんですね。この1キャップを取られるんですけれども、はい、これに
その構成で当たりきれるかっていうところですね。あと気になるのが、1枚2枚かな、こうエフィシエンシーの方も外に出してるんですよね。いやこれはもうなんか一遍出してみただけみたいな感じですね。あの、うん、あわよくばっていうのをちょっと狙ってる部分があると思います。そしてプロフィットは、おっと RU251 をこれこう入れ込みますか。あー、この位置に入れ込んでキャップに入った車両を確実に見れるようにしておくといったところですね。SPG いないですから、でも両線越えないといけないのは変わりないんで、見られるのは見れるかもしれないですけど、見られた瞬間、打った瞬間おしまいですからね。それを考えるとそれでいいのかなっていうふうには思うんですけどね。ちょっとまずいように思いますけどね、それは。さあ、もちろんそのね、一発こう入ろうとする車両を発見した瞬間に倒しきれるのであれば、話はまたね、変わってくるんで、変わってはきますけど、ただどうでしょう、これ RU… そういうわけにはならないですよね。RU でもこれね、これ両線越えたら見られる可能性がありますよね。さあ、しっかりとこう視界を切って入れ込むことができるか。あ、でも113に結構ダメージが入ってます。あ、サフィうまいですね。これはちょっと113動けなくなりましたね。南は走れないですね、もう。こうやっぱりその打って当てるという技術に関して言うと、こうエフィシエンシーは一品、天下一品ですからね。そうですね、もうアジアサーバーでこう慣れきってますからね。あとはそのフォーカスとチームワークといったところなんですが、どうでしょう、 E5 がまずはキャップを切れる位置に押し出してきますか。押すしかないですけど、お、いや、これは押し切れないですね。あっと、RU が見つかってしまった。ブラインドか、ブラインドなのか、これ。ブラインドですね、これは。ブラインド、その位置に打ち込むなんか、おかしなところで視界を取られたんだと思います、ね。なるほど。マーブが視界取られて。で、あー、なるほど。北にいるバッドチャット、マーブですね。今、ポツンと北にいるバッドチャットが、こう、なんでか知らないけど、ここで視界を取られてしまう。なぜだろう。もしかしたら、こう、紛れ込んでるに違いないということで、こう、バシバシブラインドを出してますよね。これは多分そうだ、そういうことだと思います。こう、ね、なんでこんなところで見られるんだ、おかしいっていうふうに、ちゃんとすぐ、こう、反応できるのがやっぱりこうチームですよね。チームとしての強さですよね。さあ、列車とね、線路の間をこう薄いところをこう抜いていってはいるんですけど、不毛ですよね、これ本当に。シーン的にキャップを取らない限りはちょっと物事が進まないんで、キャップを取った方がいいですけど、アスケルはやっぱりキャップ取りますね、ここで。で、ね、ただ見られますけれども、入り込んでしまえば関係なし。そうですね。あとはこうどこでこうキャップを、どうでしょう、 RU を 見れるか見れないかですよね、これ。見られたとしても問題ないんで、両線の後ろでいれば、まあ、この RU は打った瞬間に撃破されますから、なので打つタイミングとしてはもうギリギリまで粘ったところですよね。あっと、そしてマーブに返しの一発が当たって、ちょっとこれがかさむと重くなってしまうぞ。重いですね、この弾は。重いですね。ちょっと、ただ、E5、ちょっとこれは痛い、ね。無理やり入り込んだ E5 に、しっかりと1000ダメージ入れていく。これで251を撃とうとすると、砲塔を斜めに向けなくてはいけなくて、正面から撃たれると貫通してしまう。ですね。やっぱりそうなりました。362個のダメージ。そうですね。これで、こう、スケールはこのまま、粘り続けるだけでいいんだが、おっと、しかし中央の140に結構なダメージが入っていく。おっと、これは一気に仕掛けていったか。仕掛けましたね。北側でこうね、RU を姿を晒してこう動かすことで、若干こうね、E5 に対するヘイトを散らしましたね。ちょっと南側のバットチャットが働いていないのか気になりますね。これはちょっとまずいですね、この位置は。そうですね、早々とどっちか行くかこう決めて、突っ込ませた方が楽になるんですけど、このまま、あ、行きましたね。これは7ラインのまで走りますね。これバッドチャットがその先にはいるんで、これは追い回されますね、プロフィットのバッドチャット。そうですね、このタイミングで出るとしたら今なんですよね。プロフィットは北側からこう押し出していって、こうキャップ、ね、キャップをカットした上でその後を過ごしたいところなんですが、さあ南でこうね、レーシングが始まりますよ。さあ、どっちが先にバッドチャットを落としきることができるのか。
走りながら打っていますが、これはどうでしょう、デクスタのバットチャットがきっちり、そして後ろのサフィーがダメージを入れていく。これは完璧ですね。スケールはティア8なんで、まあティア8は1枚取りたきゃ取れよと。そうですね、これで完全にこうポジションを入れ込んだ状態ですよね、うん、ここからじゃあ打ちたきゃ打たせてやるよと言わんばかりの動きを見てましたね。もうサフィーとしてはこう腹くくったっていうといったところでしょうか。あと STV1 がこれバットチャットに対して戦線を仕掛けに行きましたが、これこうどうでしょう、2発目当たるか3発目当たるか。あーっと先に潰されたのは STV1、 フォーカスが早い。早いですね、これ ね、 いいですね。これね、バットチャット沈められないの大きいですね。いや全体的にちょっと、うん、ここからが弱いですよね。E5 に15ビート残ってしまうっていうのが、やっぱり速度が遅いんで、当たるときが当たりきれないんですよね。例えばバットチャットなら一気に2ラインまでパッと走るのに何秒で済みますけど、何十秒、もしかしたら1分、2分かかるかもしれないですからね、うん、相手の射撃とか考えると。そういうところですよね。やはりこの構成では難しかったんだと思います。そしてしっかりとパーティーが最後の R を撃墜して、試合終了いたしました。いやーこれに関してはやっぱりその手順通りにしっかりとこうやっていきますよね、エフィシエンシーは。うん、ちゃんとこなしましたね。こう仕掛けるなら手薄の南からだろうと。南にはバット、どうやらバットチャットが1枚しかいない、バットチャット1枚しかいないなら2台いれば絶対倒せるだろうと。で、弾を吐いた上で1両弾残しながらリロードしてるんですよね。そして中央にリロードしながら参戦をして、一気に中央ヘビータンクに対してこう攻勢をかける。もちろんね、 RU を倒してる間にこう他のヘビータンク仕事して、他のタンクも仕事してますからね、主に140が。そうですね。いやー、そしてそうですよね、こうマーブのバットチャット、1ライン側のバットチャットを倒しに行った STV-1 に対してフォーカス早かったですね。本来ならば2発撃てばバットチャットを沈められるはずだったのが、先に3発当てられるという、1発当てて3発返されるっていうすごい状況が生まれてしまいましたよね。そうなってしまうといくらね、こう STV-1 とはいえどもこう簡単に落とされてしまいましたね。このちょうどここですね、バットチャットがこう沈められて、ここでこうね、もうサフィーはここはもうしょうがないと、もうみんな任せたっていう感じなんですけど、これマーブが沈めきれなかったですよね。またなんていうかですね、まあまあマーブ沈めても結果は変わらなかったと思いますけれども。そうですね、うん、まあ完全、まあ、これをだからマーブすらも沈められないっていうところで、マーブまでたどり着けないんですね、うんうん、2ラインのいるマーブまでたどり着けないんで、うん、そこがうまくいかなかったですね、うん、やっぱりそのヘビータンク編成っていうのはこういった弊害が起こるんですよね。そしてプロフィットとしてはその RU を残すことで、しっかりと相手の RU を見ておきたかったっていうのはもちろんあるとは思うんですけど、やっぱり異変を感じたチームで、トップチームともなるともう一気にこうあれですよね、ブラインドショットを入れてきますよね。はい、ダメージスタッツ出てますが、まあ見ての通りこうティムエフィシェンシーのこう全体的に勝ってるって感じですよね、まあこれはもちろん編成の妙もあって、ヘビータンクが多かったそのプロフィットに対してミディアムタンクのこうエフィシエンシーはそんなにダメージを食らうことはなかったっていったところだとは思うんですが、それにしてもですよね、そのね、特にこうゼロチンしてる11さんがいるわけですから、プロフィットとしてはちょっとダメージ取りきれなかったなっていう、こうあれですよね、この編成にするのであればこうティアテンタン、アーティがもし1台入っててもいいですよね。いいですよね、うん、その最初から線路を越えてしっかりとこうなんだろう、線路のこう東側を固めて勝負するのであれば、こうねえしっかりと視界さえ通してしまえる戦車がいるのであれば、こう別に、そうですね、あの251とだから SPG を組み合わせたら面白かったかもしれないですね。ただそうするとあのティアテン SPG になっちゃうんですね。そうですね、当てられる危険がすごいいますので、そこを避けた形なのかな。そうですね、難しいですね。なので
北から頭を出す車両、そして視界を取る車両に関してはこう別の車両、特に 215B なんてね、こう両線越しのこう頭の出し屋なんてすこぶる弱い戦車ですから、それをこう変更してミディアムタンクにするとか、うん、STB-1 にするとか、あとはね、最初から SPG 運用するってことを考えた上で、その全両線路を渡らせないで E5 のような頭出し硬い車両をこうね、中央のポケットに入れ込んでおくという方法もありますよね。そうですね。さあ、次の試合始まりますか、見ていきましょう。FCNC が今度は防衛ですね。さあ、これ面白い試合の、進行ルートを取ってますよ。これ一気に中央部で当たるのか当たらないのか、これはこうもし当たったら大変なことになりますが、さあどうだ、一斉スタート始まりますか、いや止まるのか、止まりそうですね。止まってしまってはちょっと意味がない気がするのですが、どうか。いや止まらざるを得なかったんですかね、うん、まあ枚数が足りないんで止まらないといけなかった感じですか。いやしかしこれあのプロフィットの方がちょっと明るい感じの状況になってますね。その両線の上からそうですね、バットチャットに対しては一方的に、砲撃できますので、から北を撃てるので、うん、あでも横から撃たれてるんですね、マーブデクスタに、このマーブデクスタがフリーハンドでこう撃ってる状態になっているので、デクスタ発見されましたが、まあ打ち返される前にこうガンガンダメージを取り切ってしまうというところですね。打ち切ってるんで、そうですね、この2人ほぼこう相手の車両そこまでそのヘビータンク編成ですのでダメージ取り切れてはいないんですが、きっちりとアドバンテージは取ったぞと。そうですね、 E5 と IS7 が戦線を支えて横から撃つっていう形式ですね。はい、なので7と IS5 頭出しの非常に硬い車両がきっちりと見てますが、いやこれあれですね、こうエフィシェンシーのこう、あっとこれティア、これはこう12ラインでこうミディアムタンク陣が、うん、251が、仕掛けましたね。まあ、マーブがこれやばいですか、これ落とされると厳しいですが、しかしあ逆にバットに打ち返してますね。エフィシェンシーこうデクスタが、あっとデクスタがきっちり251落としてスケールは落とされたものの、これ、奥のバットチャットを取っておけば多分プラマイゼロにはできますね。もうしかしこれこのバットチャットが動けないと見て引いてしまっても構わないですね。そしてこうヘビータンク陣は E5 にフォーカスはしているんですが、これ引き打ちで時間だけを浪費させますが、しかしこれプロフィット出足がいいか、きっちりと出足いいですね、うん、IS7 を潰しておきたいところ。今バットチャットに弾が入ってないんで戦うなら今ってとこですね。おっとサフィーのバットチャットに弾が入ったが 215B 先に沈められるか、先に沈めた、しかし 215B に I7 が沈められてしまう。はい、若干こう現地からの映像乱れております、ご了承ください。140はしかしサフィーが弾がないのを知って追っかけっぱなしですね、はい、うん、これはずっと追っかけてもいいと思いますが、あそうですね、そうですね、きっちりとサフィーを沈めて、2両になったところで140はこのまま追いかけますね。140はこうね、ジョージ・ソーテの戦車ですので、こうそこら辺はこうオートローダーに対しては強いですよね。はい、あんまり焦る必要はないですね。だから、うん、向こうで弾が切れたところをずっと打ち続ければいいっていう感じになるんで、はい、といったところで両者ともに発見できたので、さあこっから一斉に仕掛けようといったところでしょうか。まあでも慎重にしますよね。オートローダー含みなのでね、なかなかこう、うん、215B を待とうということですね。 215B が撃たれたところを見計らって撃ちに行くって感じですかね。そうですね、 215B がデクスタに撃たれたんでマーブに仕掛けようと。そうですね、きっちりと、3対1を作り上げていきますね。そして最後、マーブが倒されてゲームセット、セットカウント2対2と、こうまあまあそういうもんかなっていう感じのゲームになりました ね。サイドからちょっと打ち切れなかったですね。打ち切ったんですがダメージを取り切れなかったっていうのが出たかったかも。そうですね、
もうちょっとね、南まで下ったバットチャット陣がそのダメージを取り切れてたら、まだまだ全然試合は分からなかったんですが、やっぱりそのやはり E5 がちょっと解けるのが早かった、ね、そうですね、思ったよりも早かったんで、そこもちょっと失敗だったのかなというふうに思いましたね、うん、あとそのバットチャットのリロードするタイミングでこう南の視界を外してしまったんですよね。そうですね、はい、そこをこううまいことプロフィットに南から入り込まれてしまって、バットチャットにダメージがかさんでしまった。でそのバットチャットがその 1,2 ラインの縦の関係でこう絡んでる間にヘビータンクにヘイトが集中してしまった。でヘビータンクをわらっと突っ込まされて、やっぱりこう粘ることは粘ったんですが、先にやられてしまったっていったところで大きかったですね。はい、こうね、両チームともやりたいことは見えてるので、うん、全然こうね、まあそういうこういう試合展開になる、ね、まあ、いいゲームになりましたね、うん、まあなんかただ 2-2 なんで、これもまた長そうですねこうなってくる、そうこうなってくるとこうあれなんですよね、待たせるっているこうイーロングとカレンのその集中力ですか、ちょっと気になってきますよね。あんまり本人たちは集中してないんじゃないですかね、うん、今日集中して試合するのかどうかが問題ですね、彼らは。まあちょっと難しいですよね、そのあんまりなって思ってると思うんですよ、うん、ただあのミクロな部分では多分両方ともガチンコだと思いますけれども、マクロな部分ではそこまで詰めた感じにはならないかもしれないですね、うん、今日は。そうですね、あんまりそのね、こうシーズン1で手の内を晒したくないというこう考えもありますから ね、そこら辺こう難しいんですよね、本当に。あんまりでも露骨にただ手抜くみたいなことはやらないとは思いますが、はい、うん、はい、といったところでスタッツがそろそろ出そうですか。で、見ていきましょう、うん、まあ、まあ、出ましたけどね、うん、まあ打ってはいるんですけど、やっぱりその下の 215B ですよね、敵の。そうですね、うん、このプロフィットの方の 215B がバーッとダメージを出しちゃってる。それに対してダメージを出すべきあの E5 と STB1、ここ IS7 っていうこの辺りがその、なんですか、215B と対峙していたにもかかわらず、やっぱり一方的にダメージ取られてるっていうところで勝負がついたかなと思います。うん、そうですね、その、やっぱりこう、オートローダーマス、をたくさん入れて、そしてこうミディアムタンクを入れてっていうことをしますと、相手のヘビータンクより高回転でダメージを与え続けなければいけないという、その動きに関してのフリーハンドをこう、ミディアムタンク側は持ってはいるんですけど、その分ダメージを取らないといけないとい こうノルマが発生してしまってるんですよね。そのノルマを片付けられないと、やっぱりこう結果っていうのは残念なことになってしまいますよね。でバットチャットってやっぱりね、こうチームの中で一番上手い人が乗るっていう戦車なんですけど、こうね、2両きっちり回したいですよね。あ、来ましたか、ステップ。そうですね、ステップですか。4043ですか。はい、見ていきましょう。どうでしょう、4043はどうなんでしょうね。どうでしょう。どう考えるべきかですね。はい。まあ、ロレーヌの方が妥当といえば妥当なんですよ。なんでかっていうと、あの、移動速度の問題があるので、そうですね。ロレー43のよりも、ロレーヌの方が使いやすい。また弾もいっぱい打てますし。はい。普通は、あの、なんていうんですかね。まあ、バットチャットに対して、ちょっとオーバーキルみたいなところがあるんですね。そうですね。4043っていうのは。はい。威力的にも。っていうことを考えると、ロレーヌを入れるのが普通、まあ、当てやすいですしね。うん、4043に比べて。なんですが、ちょっと、うん。どうでしょう、このね、4043が輝けば、こう、TMF 戦士に勝利っていうのはもう近づいてくると思いますし、逆にこれね、ダメージ取れないと、何のために RT を入れたんだっていう試合になってしまいますので、これちょっとね、こう、TMF 戦士の4043には、活躍ちょっとね期待したいところですよね。そうですね、うん、で4043っていうのはそのね、体に見合わないその大きな方を積んでるということで、やっぱり動きが遅いっていうね、黒、先ほどねこうプラテさんも言ってましたけど、それをじゃあどう動かしていくのかっていうのもちょっと見どころですよね。
さあ。さあ、どう動いてきますか。ユンリオンさん、ここですか。ここですか。この位置はちょっと危ないですね。そうですね。おっと、まず、こう、北側でかなり早めにこう、接敵してしまって、そこにいるのは誰ですか？マーブですか？マーブですね。マーブのバッドチャットがこれ慌てて逃げる逃げる。これでもマーブ全部に 見ちゃったから2キャップ3人で取ろうってなりますよね。そうですね、なりますね。2キャップ3人で取ろうは嫌な予感がする。嫌な予感がしますね。大丈夫でしょうかね。はい、いや、さすがにこれはバッドチャット AP がいますからすぐに間に合うと思いきやがありそうですね。そうですね、思いきやアーティー、そこに謎のアーティーがっていう。そうですよね、まずは113。3キャップにしないですね。3キャップにはしないですね。そこら辺は、3キャップにした方がいいと思いますけどね。この状況だと3キャップにした方が早いですけどね。3キャップにした方が早いですね。相手が向かってくるまでに、AP、バッチャット AP が無理やり突っ込んでくることを強要できるんですよ。そうですね。これが大事ですね。相手に移動を強要させるっていうことが、すごい重要なところ。さあ、バッチャット AP はキャップを切るのと同時に、切るのと同時に相手のこうなんとか時間を稼がないといけない、時間を稼がないといけないが稼ぎ切ることができますでしょうか。さあ南側からこう1両回ってくるが、さあ間に合うか間に合うか。ああ、でもしかし捕まった、南側で捕まった。あと10秒カウントが無情にもこう過ぎてしまっているが、さあ AP が突っ込んだ、バットチャット AP が突っ込んでキャップを切ることができるか。あっと、キャップを切るのは間に合いましたが、さあどうか、2発目開始続くかどうか。さあマーブを追いかけてしまいました、ね、そうですね、マーブを追いかけちゃいけないんですよ。なんでそこでマーブを追いかけるんですか。ということで、なんかどっかで見た風景、はい、キャップ成立しました。いや、それは間に合わんの分かるでしょって。うん。いや、それはそうなりますよ。いや、まあ、まっすぐ行っても負けですけどね。そうですね。うん、ダメージどう考えても出されまくりですから、横から打たれまくりなんで。まあ確かにそうなんですけど、はい、でもそっちは行っちゃダメだろうと。うーん。まあ、わかりますよ。わかりますよ。直線で向かったら撃破されてしまう。わかりますよ。こう、ねえ、プロフェットの失着としては、その、マーブが逃げて捕まえきれなかった時点で、どうしてこう、なんだろう、戻さなかったのかっていうところですよね。そのね、やっぱりこう、物理的距離を考えるとどう考えても1両しか見えなくて、こう向かってくるでもなく逃げていく、あ、これなんかどっかで見たことのある風景みたいな感じで戻らない、急いで 戻っても間に合うかどうかわからないですよね。厳しいところですよね。いや、まあまあまあ、これね、あまりだから今行くの流行ってますけど、そうですね、あんまりこの戦術を使いこなせてないというか、これに対して対策がないんだったら北走っちゃダメだと思うんですけどね。そうですね、うん、そのねえ、こうあんまり僕そのね、登山に関して言えばこうあんまりこう推奨したくない派ではあるんですけど、もし本当にやるのであれば山の上に置いておく必要はあるよねっていう、うん、がありそうですね、この感じは。でロシアのチームって基本的に南側も前に出てその危険を先に察知するか、もしくは乗っけるかの二択になってますから、やっぱりそういったところも真似してほしいですよね、うん、ちょっと今は入られたら終わりになってますよね、うん、これはまずいですよ、うん、どこのチームも3キャップしたら勝てるみたいな、うん、ちょっとね、なんか北行くのがその流行りだして、もちろん北で当たるとね、勝ち合った時のこう見返りっていうのはすごいこうね大きいわけなんですが、逆にね、まあちょっと今ステップちょっと攻撃有利なんで、嫌うのはわかるんですが、わかるんですが、はい、短時間にこうね、実はアーティーが一発刺さってるという。それはそれでどうなんだっていう、こうスタッツが出ましたが、いかがでしょうか。はい、いやーねっていう、どっかで見た光景ですよね。こう1両2両ならこうキャップ切るのは無理やりなんですけど、できるんですよね。ただそこでもう車両アドバンテージ、ダメージアドバンテージ取られてるので、こう飛び込めば飛び込むほどどんどんこう不利になっていくっていう、ねえ、ちょっと、うん、
まあ、頑張ってもらわないと。難しいですね。やっぱりそのね、抑えとしての一両、その先に目を、南に目を取りに行かせるっていうのもありでしょうし、で、それがね、あんまりこう、一両で単独でね、ホイホイと動かしたくないっていうんだったら、山登りでもさして、その、キャップされた時のための備えっていうのは、最低限でもしておきたかったですよね。といったところで、そういうとこですね。はい。ステップスで、TMF 戦士 VS プロフィット、バッチャ3枚に140、2枚、113、251という、すごいすごい軽い編成のエフィシエンシーに対して、プロフィットなんですが、やっぱり、どうでしょう、これ結構軽めですか、AP、バッド AP2 枚に140、5051、140、2枚という軽い編成で、IS4 がヘビーダンクが1枚という編成ですね。これはどちらのチームも140を主力に据えてきているのが注目するポイントやと思いますね。はい。そうですね、バットチャットはこう、なんだろう、オートローダーで瞬間火力は出るんですけど、このマップってどうしてもこう 射程距離が遠くなるのと、あとこう結構弾をパカスカパカスカ打ちますので、弾切れの心配もあるんですね、バットチャットだと。そうですね。さあ、これは。オーソドックスなディフェンスの陣形を引きましたよね、これ。これ、南から行こうとして失敗しましたね。うん、これは大失敗だと思います。いや、これやってしまいましたね。プロフィットは完全にこれ先視界取られて、まあもちろんスケールにダメージを与えられてるんですけど、これもう、まあ、このダメージは意味のあるダメージじゃないんで、これは北に今更移せないやつじゃないですかね。 IS4 がいる以上はもう北には行けないんですよ、うん、IS4 だってもう北から回すってわけにいかないでしょ。この時間、ここから時間を考えるとどうでしょう、南から行くしかないと思うんですけどね。行きますよね。そうですよね。行きますよね。いやー、こうね、砂の川の底を、なんだろう、中央の川底を通してっていう方法もなきにしもあらずなんですが、さあ、FCC はここはもう、とりあえずこう、まずは来てもらうよっていう感じで引きましたね、一旦。引いて、6ラインから回るか、中央を回るかのどっちかだと思います。もしかすると、下をもう一回、今戻った道、下通って戻った道、そうですね、もう一回走る可能性もありますけど、基本的には6ラインから4ライン側から回ってっていうことになってくるのかなと思う。ああ、でも、プロフィット側が6ライン、4ラインから回り始めてますね、IS4。うん、IS4 のその位置いいですね。うん、この位置は昔から結構使われてる位置なんで。そうですね。こう、ちょっとくぼんでいて、いい具合にハルダウンを取ることができて、ミディアムタンクあたりにはもうかなりぶっ刺さると。これはちょっと T に対して、押し込んだ位置を取れてるんで、IS4 がこれ、くさびみたいになってるんですね。くさびみたいになって、T の動きを封じ込めてるという意図がありますね。これ、北からちょっと打つのかな。北からは打てないですか、でも、あの岩があるんでね。ここで先ほど言ったその南からこう流し込んで IS4 の後ろを取る動きがあると面白いって言ったところでしょうか。うん、まあ IS4 多分行かないと思いますね。 T これは T は行かずにキャップを取ってこいと、うん、キャップを取ってこいっていうのが T の考えてることやと思いますね。なるほど。キャップを取ってきたらそこから反撃するよと、そのじゃないと多分T からこの状況で動かすと絶対に負けます。うんですね。先にこうどうしてもこう移動してる間にこう弾を食らってしまう。うん、でも防衛側なんで動かなくていいんですよ。そうですね、これは動かなくていいです。IS4 がそこでくさびになっている以上は、逆に言うとね、この IS4 ね、味方に対してもくさびみたいになってるところがあって、うん、味方もこれ動きにくいんですよ。なぜかというと IS4 カバーしてやらないと。これでみんな1キャップ側に展開しちゃうと IS4 を一気に潰されるっていう可能性はありますよね、当然。そういうところを考えると、あんまりそういうところもできないんで、なかなか苦しいといえば苦しいですね。まあ、こう、やる方法としてはもう一旦この岩を使って IS4 を完全に隠してしまった上で、こう、全量でこう1キャップの方をこう狙うと。で、狙ってどうするかというと、こう、ね、
キャップを切りに来るであろう、こう、車両に対して、IS-4 が横から、やっぱり鎖を再度出現させるという方法があるにはあるんですが、ちょっと。ちょっと上げましたね、これ。140ですか。あ、みんな上げましたね。上げていきますね。こう、プロフィットがこの状況で。フォーカスですかね。あ、そうですね。113を倒しに行こうとしてますけども、140が、これは、シューティングレンジですね。地方台になってますね。地方台ですね。113はなるべく粘れるだけ粘ればいい。うん、ここからの140に対する距離がちょっと長すぎて、打たれすぎて、ちょっときついですね。ちょっと、もう好き放題打たれちゃってますね。ただ、ISO が非常に硬いのが生きてますね、ここで。ISO にかなりの球を吸われてるので、T もこれは苦しいのは苦しいですね。ちょっと先に140、バトチャットを中心に打った方が良かったように見えましたけれども、それができなかった感じですかね。うん、オートローダーがこう弾を吐き尽くしてしまったので、こう140をこうしんがりに残して下がっていきたいところですが、下がる必要もないかな、うん、これは。そうですね、これもう ISO 途中で無視し始めましたね。途中めちゃくちゃ打ちまくってたんですけど、うん、今140で貫通しねえじゃんっていうことですぐにターゲット変えましたね、140の。そうですね、そして 50B にフォーカスを入れていく。そうですね、TVP を突き消したら最後にようやく、あ、ようやくアイスフォーだと。そうですね、はい、あとは囲んで叩いて終了ですね。さあ、まあこれに関して言えば、こうあと4分放置でも問題はないんですよね、実は。キャップしたらその時殴りに行くかなっていう、まあ、うん、FCNC がそれをやるのかどうかっていうのはちょっとわからないですけど、中でもやこういう時はやりそうな気もしないでもないですね。そうですかね、こう、まあ、デクスタいるからいいじゃんみたいな感じにはなりそうなんですけどね。なんかそれもありそうですけど、ね、なんか両方ありそうですよ ね。フルヘルスのデクスタが突っ込んで、その間にこう他のも周り詰めちゃう。マーブでも、マーブでもそれ打ってあれに行ったらまずいでしょうと。いや、もう、あー、すごい、あれですね、根性座ってますね、振り回してますね、あー、マーブやりますね。もうこれね、今日なんだろう、今日一のリプレイみたいな感じになりますかね。いや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 、3対1ですからね。3対1で雑に突っ込んだみたいな感じですけど、ね、結果的によくはなりましたけど、いやー、うん、これうまい、うまいよっていう感じに なってはいますけど、あんまりこう、うん、でも意味があるうまさじゃないです、ね、うん、こう最後はちょっと見せプレーかなっていう感じのうまさでしたよね。こうデクスタ最初に突っ込ませて一発受けてからマーブとか他のね選手が飛び出すなら、丁寧、最後まで丁寧にやったよねって言ったところなんですが、最後に残った IS-4、そのリロード感覚も遅いですし、まあ一発受けても大丈夫だからとりあえず突っ込むわみたいな感じで、マーブが一人で突っ込んでいってなんとかしてしまったっていう感じですね。あー、リプレイ来ましたね。はい、うん、やっぱり途中からこの IS-4 を打たなくなったっていうところがね、うん、まあ、IS-4 は打たない方がいいです。途中までなんで打ってたんだっていう感じですね。そうですね、はい、うん、IS-4 打っちゃうと、それとプロフィットしっかりスケルは倒しておいた方が良かったですね、もっと早い段階で、うん、まあ、バットチャットが弾持ってるんで、マーブが弾持ってるんで、まあ、T の勝利は動かなかったと思うんですけれども、まあ、やれるところは限界まできっちりやった方がいいですね。相手の手法の数を減らすっていうところは非常に大事なところですから、まあ、251 貫通力は高くないですし、その単発火力は高くないですけども、140の側面背面はしっかり貫通させる能力を持ってるわけですね。で、レートファイアも高いですから、それなりにはティア10にしては低いかもしれませんが、ティア8にしてはめちゃくちゃ高いわけですね。一発で撃破できるんだったらしておかない手はなかったと思うんですね、うん、といったところで、まあうまい具合にやっぱりこう TMF 戦士がこう取ったという感じのステップ2連勝でしたね、はい、うん、うまかったですね。まあなんかこうね、こう雑な部分を個人技量で覆い隠していくみたいな、そういうところはあると思うんですが、うん、あ、やっぱりでも IS-4 よくダメに出てますよね。
なかなか ISO をね、140で倒すのは難しいですね。特にこうね、斜め、正面斜めっていう風になってしまいますと、なかなかこうね、ダメージは出せないですよね。取れないですよね、ダメージ。はい。なかなかね。こうね、ISO は、まあ正直、もっともっと取りたかったですよね。ISO はもうちょっと、もうちょっとね、頑張ってほしい。いや、でも ISO これ限界やと思いますよ。まあそうですね。あれ、ISO、ISO いくら打ったってカルペ知れてますから ね好き放題打ってたっていうところがあるんですよ、ね。むしろ140ですよね。140まずいですよね。この、2台の140は、もちろん先にね、こう、オートローダーじゃない、常時装填だって言ったところで、こう、フォーカスを受けやすい存在ではあるんですけど、ちょっとこのダメージはいただけないっていうか、このね、ショットに対して、こう、命中と貫通が、もちろん、ね、こう、バカスカ打ってる、そのブラインドでこう打ったり、あとはそのね、頭出しに対してこう運がよく、ね、抜けてくれればいい、ね、いいかなっていう風にこうね、投射はしてたんだとだろうとは思うんですけど、ちょっとこうこのダメージはいただけないですよ ねこのダメージは話にならないですよ ねあの相手の10分の1とかになってますから、これはねあれなんですよね。そのこうまあすごいこう雑に説明すると、こう、自分のダメージ以上、自分のそのヒットポイント以上のダメージを、全量が相手のダメージ、相手にダメージ入れれば勝てるよっていう、むちゃくちゃな理論があったりするんですよね。そう。自分のヒットポイントが削られる前に、自分のヒットポイント以上のダメージを相手に与えるっていう。そうですね。あ、ルインベルクですか。ああ、これ T 攻撃ですね。そうですね。T これでもやっぱり T も CT と同じ道になりましたね。あんまやっぱりそうですよね。これが多分一番勝ちやすいと思います、今。今、勝ちやすいというか、勝ちにくいかもしれないですけど、勝ちまでの道筋がよく見えるっていうのはこの構成だと思います。難しいですよね。どうやってこう相手が当ててくるかにもよるところが多いんで、なかなかこう。技量ですよね。難しいとは思うんですけど、このね、50B2 枚って、こうバットチャット、バットチャット、バットチャットを AP2 枚っていう、相手をなるべくその動かして、相手を動かさざるを得なくして、動かした上で何とかしてやろうというのが、この編成のコンセプトなんですよね。そうですね。でもこう、やっぱりこう、オートローダーグループになると、そのリロードのタイミングと、そのヒットポイントの管理というのが非常に難しくなりますので、やっぱりこう、僕はこの編成難しいものだと思って見ちゃいますよね。だってヘビータンクにごっつり当たられたら消えて消し飛んでしまうんですもん。まあそこを当たらないようにするのが2両っていうところです ね、 そうですね。さあルインベルグ見ていきましょう。あ、これ北行きますか T、いや北行くとまっすぐ北行くのは苦しいのでは。どうでしょう、これ先にこうダメージを取って回りたいといったところなんでしょうか。あ、でもこれ見ましたね。北に来てるやんって、うん、見えましたね。いや、これでもどうするんでしょうね。北に来て、波そのままですよね。で、IS4 が待ってるっていうところを考えると、バットチャットで入りきるのかな。バットチャットで入りきっても、でも、バットチャットが A3 で待ってるんですよね。この A3 のバットチャットは多分見てないんですよ。難しいですよね、これ。あっと。ちょっと危険ですね。危険だけど行きますか。これは完全に、2キャップで釣って。これ、A3 のバットチャット動いちゃいましたね。動いちゃいましたね。タイミング悪いですね。これ、タイミング悪い。あー、北から来る対策をしたら動いてしまった。いやー、これは、いや、ダメージはどうでしょう。いやー、ここはダメージ勝たなくてもいいです。通り過ぎてから勝てばいいんで、落ち着いてここはあのバットチャットと ISO を倒してしまうっていうことで、いやーでもあー倒しましたね。そうですね、倒しきって、あと ISO 相手にきっちりとダメージを出していけるか。あ、 ISO 相手にこれ弾足りないですね。弾足りないんですよね。それなんですよ、過ぎましたね、走って走り打ちしすぎたのでこれちょっと難しくなった。さあ ISO はのしのしと出てくる。弾が足りなくなりました。そうですね。シャレにならないですね。これちょっと本当に、ね、やっちゃった。これね、エフィシェンシーがやっちゃった案件のその位置なんですよね。これ、50Bはちょっと体出してどっかを打ちたいですね。そうですね。この瞬間火力出してないのは痛いんで、打たないといけないです。あ、打ちましたか、113ですかね、これ。
うん、あでバットチャットがここでデクスタがしっかりアイスフォーを打っていく、これが大事ですね。これアイスフォーを撃破してしまえば HP わずかでもオートローダーなんで火力が出ますから、落ち着いて対処すれば、この113を潰せますね。これ 50B がしっかり、あーでも 50B 弾入ってない。ここで 50B 弾入ったら早く113を倒しに行くのじゃ。さあどうなりますか。いけないか。いけないですね。ちょっと 50B がヒットポイント大事にしすぎましたか。大事にしすぎましたね。角から出して113は撃破したかったと思うんですけどね。これもうちょっとね、自利品になってしまいましたね。その、万事休すですね。うん、これ、下がってしまうとさらにこれは状況が悪いですよね。いや、キャップ取らないと進行しないんだ。そうですね。バットチャットが先に沈められたので、こう、ゲーム的にエンドですね。これ、エフィシェンシーの動きを説明すると何が起こったかっていうと、エフィシェンシーはその2側のキャップを AP、バット AP で取ることによって、相手の布陣をね、2側に寄せなかったんですよね。そうですね。2側に寄せたかったんですけど、ちょっとタイミング、入るタイミングが、その A 裏に入るタイミングが早すぎたのかな。早すぎたせいで、こう、まあ、もちろんそのバットチャットがきっちりとそのね、北側のキャップに突っ込んでくるであろうバットチャットの群れを発見することもできていたので、対応、なんだろう、キャップを、2側のキャップに対応するより先にこう1側のキャップを対応しに来てしまったんですよね、プロフィットが。そうなってきてしまうと、やっぱり受けるダメージっていうのもかさんでしまいますし、そしてこうね、バットチャットを沈めるために無茶をしすぎたんですよね、ティメフ選手は。ちょっとね、多分今のは、敗因の大半は、バットチャット3人がバットチャットを打つのに弾を使いすぎたことだと思います。はい、IS4 さえ、IS4 をワンクリップ目で、3人でワンクリップで合わせるとダメージがだいたい6000ぐらい出るはずですよね。そうですね。390×5×3 なんで、はい、うん、6000近く出るはずなんで、3人で2人を沈めることは可能なはずなんですね。バットチャットとアイスフォーの HP を考えれば、はい、4500ほどですか、うん、多少外してもまだ間に合うぐらいなんですけど、お釣りは出るぐらいの量は残してはいるんですけどね、うん、そうなんですよね。それができなかったのが大体の失敗の原因ではないかなと思いますね。最初にパッと撃破できていればバットチャット、A7 にいたバットチャット、数が減ることもなかったですし、そうですね、減ることなかったですし、もっとね、フリーハンドで動かすこともできたでしょうし、そうですね、B の5に張り付かれた、角に張り付かれた時も、動きが取れたと思いますね。これはちょっと身動きが取れないですね。50B、そこから走らせてもちょっと目なしですね。さすがにこの 50B は正面から当てて、一気に113を溶かして、はい、もう一度っていうところやったと思うんですよ。ちょっとその辺がはっきりできなかったですね。おっと、こうね、ギリギリを走ってるのにもかかわらず、ここで目がつけられてしまった。このままちょっとは上には上がれない。きっちりと岩の裏にも弾が通ってくる。射線は見ているぞといったところでしょうか。まあ、ここは入ってはいけないですね。やるんやったら、やっぱり最後まで北でやるべきでしたね、これは。うん、一遍仕掛けた以上は北でやるべきですね、うん、有利を取れない限りは北を続けるしかなかったですね。いや、不利になったから南に行こうっていう発想が間違いなんですよ。有利を取ったから南に行ってキャップして決めようなんですよ、うん、勝つルートっていうのは、うん、これだと完全にね、相手のこう射線をこうから避けた上に自利品というこう、逃げただけですからね、要はこれ。まあ、2対1ですから勝ちようがないですよね、弾もないですし、うん、そして撃破されて終了といったところです。はい、うん、一応その勝ちを目指しての編成でっていったところではあるんですけど、こうよくあれですよね、そのプロフィットもこう対策を立ててましたよね、バットチャット、まあ、ちょっとね、こう動き的に怪しかった部分はあるんですけど、怪しかったですけどね、悪くはなかったかもしれないんですけどね、こう怪我の巧妙かどうかわからないですけど、そのね、北側でバットチャットが発見、バットチャット引いたのが逆に効きましたね。そうですね、あのバットチャット引いてなかったら逆に、うん、こうもしかしたらその突っ込んでくるバットチャットが見えずにそのまま突っ込まれてた可能性っていうのもありますからね。
そうなってくると先にフォーカスが IS4 に入って、もしかしたらこうみんな丁寧にやって簡単にこう倒されてた可能性っていうのもありますからね。 IS4 のバッドチャットの順になってたかもしれないので、こうそこら辺は本当にこうあれですよね、こう戦場の妙ってやつですよね。明らかにちょっと動きおかしかったんだけど、それがなんかうまく動いちゃった、うまくはまった感じですね。はい、ちょっと長引いてますね。やっぱりこうスパッと決まる試合は多いんですけど、基本対3となってくるとね、そうですね、それなりに時間がね、うん、さあここなんですよね。ここで本当はこうね、キャップをとっとと外してこう 50B は攻めていきたかったですよね。その多少もちろん食らうことはあるんでしょうが、先に1両を削る方が大事だったんじゃないかなっていう、特にこう、ね、IS4 に対してもうちょっとプレッシャーかけたかったですよね、うん、まあちょっと仕事にできなかったですね、うん、まあそういう時もあります。はい、そういう時もあります、はい、そうですね、はい、まあ、何事も積極性なんで、まあ、こうやって失敗してればね、あの問題点も見つかりますから、そうですね、うん、まあ、大胆にやって失敗して、あ、ここが悪かったんやっていうのは、まあ、TU は、まあ、これちょっと発見しましたね、いくつかね。この辺が大事なところだと思います、TU にとっては。TU にとってはね、今失敗のし時なんですよ。そうですね。うん、ここで失敗しておけば、シーズン2で修正効きますからね。修正効きますからね。多分、結構修正するところがあると思います、ね。まあ、どのチームもそうなんですけどね。あのだからどのチームもあの消化試合だから適当にやったりとかそういう話ではなくて、消化試合でもあの大胆なこと、あの普段よりもちょっと難しいこととか、まあ、いろんなことあると思うんですけど、ちょっと調整しながらやってみるとかあると思うんでね、ぜひね。あの IS4 を沈められなかった段階でこうね、 IS4 ほっといてこう逃げるっていうのもちょっと難しかったですか。そうですね、まあ 50B ダメージ出てるんですけどね、ちょっといいタイミングでダメージが出なかったですよね、うん、必要な時にはもう終わってたみたいな感じになりましたよ ね、最後はそうですよね、完全にそのね、こうよくそのこうランダムマッチとかでもあるんですけど、そのね、こううまさを測る一つの指標としてこう、なんだろう、ウィンレート、WN レートみたいなのがあるじゃないですか。あれでこう、ちょっとこう、おかしいなって思うのは、その、試合の前半に取るダメージってすごい重要じゃないですか。相手にどれだけ早くダメージを出せるかっていう意味で、こう、結構大事なのに対して、こう、試合の終盤のダメージって、意味がないダメージ、特に負け試合とかだと意味がないダメージって多いじゃないですか。まあでも後半は後半で重要なダメージ、もちろん勝ちにつながるダメージっていうのはすごい大事なんですけど、負け試合なのにこうなんか取ってなんかペケペケ入るダメージってそこまで重要だったかって言われたらそうでもないじゃないですか。でもダメージのなんだろう、ランクとして同じこう価値として見られているので、なんかおかしなことになるっていう、結局その、まあそのあたりは生存率との兼ね合いもありますし、まあそのあたりですよね。しっかり見ていって、まあだから、スタッツは、まあ指標はあくまで指標なんで、そうですね。まあ、自分が気持ちよくできるように動いていけばいいかなと思うんで、なので計算、そうですね、計算可能な範囲で、こういうやり方でやって、こううまくいって上がった。まあでも上がったら嬉しいですからね、あれでも。まあ分かりやすい、こうね、目で見える、そういう指標ではありますからね。うまくなったって思えるなら、まあ、それはそれでいいのかもしれないですし。こう、もうちょっとね、まあ、勝率、その、やっぱり勝利というところに対して、肘をかけていってほしいですけどね。そうですね、勝利は肘をかけていってほしいですね。まあちょっと、うん。まあ、アジアは特にキャンパーが多いというのはよく言われますよね。そうですね、こう、まあ、うん、NAEU に比べても多いって言われてて、あの一人、あの一方ね、あの EU に行った人知ってるんですけど、超ちょろいわとか言ってましたね。みんな突っ込んでくるやんけみたいなこと言ってたような思いますけど、うん、まあアジアのプレイヤーが行ったら、まあそうなるかなっていう気はしますね。あ、で始まりましたね。はい、見ていきましょう。レインベルグの2戦目ですね。さあどうなりますでしょうか。バット AP がきっちりと、突っ込んできましたが、これデクスタもなかなか積極的なポジションで防衛をしようとしてますね。
かなりこれは前出しといえば前出しですが、サーフィンこれ危険な意味もあるんですけれども、うん、これ実はでもね、この構成だと危険じゃないんですよ。そうですね、相手が遅すぎるんで、相手がね、これバットチャットがいっぱい入ってるとかやったらね、こんなところまで入ってね、あの見つかった瞬間にパパパパパって打たれて終わるとかあるんですけど、113とかいっぱいいてるでしょ、うん、そうですね、でそれも中央側で発見してますし、あまり怖いもんがないですね。さあここで、南側に車両が入ってきたっていうところで、初めてこう車両を押し出していきますね。キャップにこうちょろっと入られたけど、そこまで慌てず騒がずといったところでこう側面取っていきますが、あおっと街の中にヘビータンク部隊がこう待機しているのを、これは街の中に入ったスケルが発見しました。これスケルはもう逃げていきたい。で、そしてこう、ま、ね、ヘビータンクが街の中にたくさんいるよって分かった瞬間に一斉にね襲いかかりに来ましたね。うん、そうですね、このタイミングいいタイミングですね。あの敵の位置をしっかり確認して、このタイミングで集中させて一気に撃破すると。そうですね、1131枚をまずは取っていくと。あ、バツチャット AP もこれは追い回されて、113に追い回されて終わりかな。で140もこれちょっと逃げ場所がないですね。フルヘルスではありますが、 215B に追い回されることになりそうですね。ただこうね、 215B もガスガス前に出ないとこうね、中央マップ中央からこう撃たれてしまいますのでね、一気に出てしまうことが肝心で、でまあ今だから止まらずに前に出ましたよね、まあそこが肝心なところですね。で140は113からも車線が通りますから、これは逃げ場所がなくて撃破となってしまうわけですね。うーん、さあまあ弾はもちろんダメージは受けてしまうんですが、ここでさあ北の方で3キャップに入ってる、2キャップか、2キャップに入ってるぞ。いや3キャップですねこれ。お、3キャップですね。さあ切れますか、キャップが切れるかどうか、バット、あ、でも見えましたね、バット AP が間に合いそうですね。はい、ただ切れましたね、後ろの、ああ当たりましたね。ただ真ん中のバット AP に当たっていない、あ逆に落とされてしまった。こうなってくるとかなり弾ないですよ、怪しくなってきますね。113が急いで、あ外した。え、パーティーなんか完全に要素打ちましたね。慌てましたかね、手でも滑りましたか。いやー、このキャップが決まってしまうとちょっとサーフィー何をやってたかっていう感じになります、なってきましたね。いや今完全に要素打ちましたね。こういやそこではないでしょうというところを打ちましたね。うん、その動いて切りに行きたいけど、こう動くともしかしたら打ち返しでやられるかもしれない、でもここから切りたい、なんかねこうね、こう英語の配信の方ではジョーダンもアレックスもこう、ね、またかよみたいな感じでこう暴れておりますが、うん、今のキャップはちょっと納得しがたいですね。そうですね、納得しがたいキャップになりましたね今。その、うん、いや局面では完全に TMF 戦士が勝っていたんですよね。でこうプロフィットとしてはもうこうしょうがないキャップだったんですよね。ただ仕方なしにキャップした感じだったんですよね。しょうがないキャップの中でこうまあしっかり勝ちを拾っていったっていうところが大事ですね。ですね、この真ん中のバット AP が見えなかったんですよね。113、2枚は見えていたんですが、そして 50B、ダメージを食らっていた 50B が落とされて、ここでさっき完全に要素打ってますよね、2発とも。それは。パーティーこれ見えてないんですよね、実は。見えてないけど、最初にいた位置そこなんだからそこ打てよって話ですよね。そうですね、ここでこう見えるのか、いるの壁際しかありえないじゃんっていう話なんですけど、パーティーもサフィーもちょっとビビりすぎましたよね。ちょっとなんか分かんなかったんですかね。いや、もしかしたらサフィーのあれなんですかね。サフィーの打ったラインなんですかね。どっちなのかよく分かんなかったんで。いや、あの、外したのはパーティーです。うん、パッと見た限りパーティーの車線が外してて、サフィーもずらしてるんですよね。そのサフィーに関しては結構ねギリギリのその離体が見えるか見えないかの角度で打ってたので、まあなんとなくこう外すのを理解はできるんですけど、ちょっとねこう視界が切れた瞬間にパーティーが外してるのはもしかしたらね、なんかオートロードで打ってたのかなみたいな、オートエイムで打ってたのかなみたいなところはありますよね。ロックしてで、こう、ね、視界が切れた瞬間に急にこう、砲塔がキュッて回転して、
ずらしてしまったみたいな、そんなような外し方でしたからね、今。ちょっと、ね、今のキャップ切りに関して言うと、ね、ちょっとうまくいかなかった、ね。エフィシェンシーだらしねえなっていう感じがしますよね。時間さえあれば、そこまでこう、気にするでもなかったキャップ切りなので、本当にゆっくりと、ね、その最大限にこう慎重に、やっぱりこう、ま、時間に間に合うようにこうコツコツ当てていくだけでこうなんとかなった試合ではあったんですけど、やっぱりこうね、数字が少なくなっていくのをこう目の前で見せられると慌てますよね、そりゃ。ただちょっと、で、113はちょっと追いすぎましたかね、南。そうですね。うん、2枚も必要なかったかもしれないですね。1枚でよかった感じはしますね。まあ、そのあたり、ちょっと冷静になれなかったような、はい、まあ、とりあえず、なんか逃げる獲物は追っちゃうみたいな修正がちょっと見れましたね。そうですね。113、はい、ダメージちょっと取り切れてないですよね。取り切れてないですね。オートローダーが働かなかったのもあんまり働いてないのも痛いですね。マーブでも9発打ってんですか。9発打って420。うん、うん、って感じですね。はい、あの最短で突っ込んでもあんまり変わりないんですよ。あの実は。あの、なんてかっていうと、角度の問題があるんで、壁沿いにコーナーにいてると、最短で突っ込むよりも、逆にあの向こう側をまっすぐ走った方が安全で速いっていうことがあり得るんですね。これは覚えておいてもらっていいと思います。リンベルクはキャップの切り方が独特なんで。そうですね。キャップのあの感じが独特なんで、ハッチの方がいいっていうことは普通にありますね。こうね、せっかくスケルがこう、街の中で発見したわけで、こう、それを契機にやっぱりその、いや、街にたくさんいるから、こう、こっちに来てるヘビータンクとミディアムタンクは薄いぞってことで慌ててこうね、前に。ちょっと、だから50秒引かすタイミングが遅かった。そうですね。はい、これ回すタイミングがちょっと遅れたんで、そこが痛かったですね。しかし長いですね。これ10時ですね。今は、日本の時刻で8時半なので、はい、次試合やって、そうですね、9時ぐらいになんかカレン VS っていうところでしょうか、イーロンカップってところでしょうか。もう何でもいいよ、05でいいよっていう感じですね。いや、でも05でいいよとか言っちゃダメだ。そうですね。まあ、05で勝てばいいんだよ。そうですね。こうカレンがね、こうパッパと05で勝てば。05で勝つ確率より、50で勝つ確率よりも05で負ける確率の方が高そうですけどね、今の感じだと。うん、まあ、その辺どうですかね。昨日ね、こう、カレンじゃなくて、こうね、B ゲーミングが前線してますのでね、イーロングに対して。うん、でも、なんか、昨日火ついて、一生懸命やろうとかなってたら。もう、ありそうですよね、でもありそうですね、B ゲーミング余計なことしやがってみたいな感じになるかもしれないですよね。まあまあ、でもまあ、ステージ1だからということでね。そうですね。まあ、まあ、CT 思ったよりは悪くなかったかなと、昨日も。まあ、ちょっとね、相変わらずその前線マシーン、そのね、こう、タイブレークマシーンの名前を変更する。ちょっとね、HT を処理するルートがちょっとうまくいってないんで、そのあたりをちょっと見直さないといけないのかなとは思いますね。こうね。それとちょっとダメージを受けない、ダメージを受けすぎなのも修正しないといけないですね。そうですね。まあ、このあたりは慣れなんで。ちょっとね、こう、本当にその、ホースマンが最後集中切れてしまったので、最後参戦がかなりこうね、雑になってしまったのが、ちょっと、やっぱりこれ、それに関して言うと、ね、こう、長期間待たされた上に最終試合で、そしてさらに長期間試合をしてるっていうのも影響はもちろんあると思いますよね。まあねって感じですね。難しいですよね。その、ずっと集中しなきゃいけないっていう環境っていうのは、人間ですからね、そんなにこう、延々と集中できるわけはないんですよね。ただ、その、ゲームに入ってどれだけこう、切り替えが効くかとか、集中できるかっていうのも、それもまた強さの一つですからね。ぜひ、こうね、まだまだこう、彼に待たせることにはなりますけど、集中を維持してほしいですよね。
はい、でもなんか完全にだれてそうですね。こういう時はだれてるんですか。僕ももう経験談で言いますけども、こういう時はもうエヴァーとか思ってますね。うん、エヴァーとか思ってますね。まあ、もうエヴァーとか思ってるあたりがもうダメなんですけど、ダメなんですけど、もうエヴァーと思わずにいる。ちょっとね、こう、ステージ1は、その、足切り4チームを決定するというステージなので、こう特殊ではあるんですよね。ああ、でも来ましたね。プロフィットそうですか。バットチャットを使わない。すごい、こう出てきましたね。これで攻めですか。どういう戦、どういう、こう、感じになるんでしょうか。はい。いやーね、こう、ねえ、こう、今までそんなに長くても6時間ちょっと超えるぐらいかなっていう、ね、優秀なその、ね、時間調整してくれるチームが何チームかありましたので、そこまで長くはならなかったんですけど、こう、今週は特に長くなってますね。長いですね。はい、長いですね。いや、ね、我々もこう、8時間やってますけど、ロシアもっと長いですからね。昨日、こう、試合が開始するまでにこう、3時間ぐらいあって、それもまたこう、録画で見てて踊れたんですけど、そっからまたさらにこう、延々と続くっていう。で、ロシアの場合はこう、一戦一戦がとてもこう、濃いですからね。大変ですよね。こう、追いつけるのも大変ですよね。我々よりもうずっと喋ってますよね。すごいなと思って。そうですね。こう、かなり大変、こう、ね、実況も解説もずっと喋りっぱなしで、しかもこう、あれなんですよね。盤面解説までできるシステムがあるので、ずっと盤面解説もしてたりして。そうですね。すごく我々も、ああいうシステムが欲しいですね。欲しいんですよね。そのリアルタイムでそのマップを見ながら、こう、ここに丸を書いていってっていうシステム欲しいですよね。もうなんかいくらでも解説できちゃいますけどね、それそういうのがあれば、そういうシステムがあれば、うん、こうね、昨日は暑かったですよね。こう グリムですか、今2位のグリムがヘルレイザー相手に勝ちましたからね、うん、なんか最後の方は明け方だったみたいな話を聞きましたが、僕はこうね、起きてすぐ録画で見たんですけど、まさか、まあ、HR はね、まあ、最後、あんまりきついことはしなかった感じですね。そうですね。はい。何でしたっけ、カルペディエムでしたっけ、ええ、まあ、なんか限界いっぱいのプレーをしたって感じだったんで、まあ、HR の方がまだ余力は残してるのかなというふうには見えましたけれども、ちょっと、まあ、実際、ただ、それでいいのかって言われると、またそれは別の話なんで。そうですね。まあ、ね、もちろんロシアも現在はやっぱりこう、同じことですかね。そう、アジアと同じことが行われていて、下4チームの足切りなんですよね。なので、下4チームに入らなければいいやということで、もうナビなんかはすごいこう、抜いた試合、何試合もしてますからね。こう、ちょっとあんまり手の内見せたくないし、みたいな、そういうこう、なんか、ね、車に構えた動きが結構あったりで。あ、来ましたか。そうですね、来ましたね。見ていきましょう。ああ、中央で、TVP を前出しすることによって、なんていうんですかね、両線で当たるんだったら勝てるよということですね、バットチャットで。そうですね。まあ、これはそうでしょうね。まあ、それはするかなと思いました。で、IS7、あの、岩のところにも残しましたね。これもまあ、するかなと思いました。うん、まあ、T、これ、なんか前にもやりましたよね、みたいな、ね。そうですね。うん、なんでやるかなとは思いましたけれども。さあ、しかし、ここで、こう、一気に、ティミウフ戦士、ノースケールに対して、一気に、こう、ヘイトを、当てていく。そして、きっちりと、フォーカスをして、一治療沈めていく。うんうん、まずは、ここで一治療取った。打ち返しもそこまで食らっていないといったところで、こう。ちょっと今の打ち返しが決まらないのは痛いですね。まあ、スケール、もうちょっと、両線沿いに走った方が良かったかもしれないですね。あと、ここでようやっとこう打ち返しが入り始めたマーブの側面からの砲撃が、プロフィットの 215B に刺さっていく。うん、これ大きいですね。で、バッチャとここでリロードする余裕があるっていうのが、まあ、もっと大きい理由ですね。ここ T のバッチャットはリロードしてますけれども、TVP もリロードしますが、TVP の方がリロード時間が長い、短いですよね。はい。
なので、1回のリロードができるってことは、バットチャットにとってめちゃくちゃ有利で、PVP にとっては、まあ、そんなにっていう感じなんで、ここバットチャットがきっちりリロードして、次の戦闘に備えられるっていうのは、基本的に、だから局面が固まれば固まるほど、FCNCの方が有利になってくると言えると思います。はい、うん、ここで聞いてきそうなのが、こう、FCNCの IS7 がキャップに入られても、こう、すぐに見られるポジションをキープしてるんですよね。そこ、硬いんですよね、それも IS7。うん、その IS7 倒すのは非常に大変です。なので、これ、もしね、FCNCがキャップ取られたとしても、こう、まあ、いいよと、頭出しで、こう、打ち込めるのこっちの方だし、うん、みたいな感じで、ゆっくりのんびりと構えてるんですよね、まだ。まあ、倒そうと思えば、初動で倒せたことは倒せたと思うんですけどね、あの2ライン側にあのバットチャットを走らせてっていう感じなんで、ただ、そうですね、まあ、バットチャットがいないからこそ、IS7 をあそこに置いてるっていうこの感じも受けるんで、相手が遅いからこそ置ける IS7 ですね。本当だと2ライン側に走られて、同時に5ラインから頭出しで打たれると、あのクロスファイアになるんで、逃げ場所がなくなるんですね。ね、まあ、そういうのもあるんで。本来は難しいんですけどね。まあもちろんそういうことをすると5ラインから当てて反撃するじゃないかっていうことなんですけど、まあそれはそれで、まあそういう試合なのかなっていう感じですが、これだと、IS7 が倒せないですね、なかなか。パーティー選手がここでこう線路から頭を出して、こう、相手はどこだどこだと、った感じでこう、探りますが、まあ、そこら辺やっぱりプロフィットもね、こう簡単に姿はさらさないよと、まああまりこれ出さない方がいいですね、 T 側も。あんまりダメージ受けるだけなんで、ここはそうですね、こうキャップに入れるなら入れてこいって言ったところでしょうか。入れてきたところをどうにかすればいいんであって、入れてくる前にどうにかする必要はないんですね、さあ見ていきましょう。ちょっとまだこう動きとしてはこう硬直してしまいましたね。ああ、E5 ちょっとダメージ大きいですね、これ。うん、このダメージは大きいですね。このダメージは1000ですか。1000はちょっと大きいダメージだと思いますね。わった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 。一気に食らってしまいましたね。ああ、真ん中でこう一気にダメージを食らってしまいました。若干こう、プラテさんの方が未来を見ているか。未来見てますね。さあどういったタイミングで仕掛けるのか、この線っていうのをこう安全圏内と見るのか、それともまだまだアドバンテージを取りたいか。この線は結構致命的な線だと思います、うん、E5 を先頭で出せなくなるんで、次の切り合いがここで、勝負にかけてきましたね。ここで挑みますか。 STB1 と50、51をまずは IS7 に当てようといったところでしょうか。PVP はしかし IS7 に勝てないのでは。当て込んできましたね。あっと、ここでこう2両、2両前に出してきていました。ここでこうバットチャットも丘を越えていく。い STB1 も出していく。あっと、先に落とされてしまったのは PVP ですね。PVP の方が先に落とされてしまって、こうね、1両やられてしまったらもうそこまでこう最後まで打ち合うことはないということで下がりましたね。いやー、それデクスタ弾残ってますね。ねえ残ってますね。ちょっとマーブに弾が入ってるのが気になるところなんですが、こうここでまだあれですね、下手に飛び出してしまうと一気にこう勝負がついてしまう可能性というのも出てきました。ただヒットポイントアドバンテージはかなりこうプロフィットが奪ったので、どうでしょう、解消するためにはどっかでこうね、弾がリロードが終わったタイミング等々でこう仕掛けに行かないといけないところですが、さあどうでしょう、どのタイミングで仕掛けに行くか。うん、まあパーティーが肝かな。 STB1 なんで、これを軸にパーティーと E5 ボラグナイズを軸にバットチャットを振り回すっていう感じになると思いますが、ちょっと TVP のこの動きは大丈夫
ゃないですかね。いや、きっちりとパーティーとデクスターのこう位置を体感レーダーで察知してって言ったところですね。一気に出られてね、瞬間的にとかされるっていう危険があるんで。そうですね。今あーと無駄な出方をしてしまったな。この700はちょっと今のは無駄だった気がしますね。ああ。さあ、この700をマーブがきっちりと倒せるか倒せるか倒せれ、倒せれば美味しいぞ。さあ、倒していった。マーブは生き残った。そして STB-1 を送り込むことに成功したが、あっと、キャップは切って、きっちりと撃破できた。パーティーはこれ厳しいか。ちょっと厳しいか。あっと、弾いた、弾いた。いや、これちょっと微妙になりましたね。微妙になってきましたね。パーティーそこでしかも視界が切れる。HP は買ってますけれども、枚数が倍でもないのか。5対3と。5対3。うん、5対3ですが、HP は倍ですが、枚数は2枚リードされてるという。そうですね。しかもこう、あれですよ。パーティーこう見られずに今 E5 に打ち込みましたからね。あ、しかも、こう、両線から逃げる。逃げられてしまった。これは、痛いですね。痛いですね。さあ、さらにもう一回こうキャップをして、ね、今度は RU ではなくて STB-1 をキャップに入れて釣り出す構えか。さあ、バッドチャットはこれ E5 を放置して、後ろでこうどうせ待ち構えてるんだろう。そこまで回り込んで STB を切りに行こうと、先にだから 215B を倒さないといけないっていうのがこの方法ですね。そうですね。ああ、しかし2発弾かれてしまう。しかしこうフォーカスはしているので、なんとか撃破する。サフィーは STB-1 を発見して、キャップを切れるか、キャップをきっちり切る。ああ、後半強いな。ああ、粘り強いですね。あと E5 に対してもこう隙を見せてダメージを取っていく。あっと、パーティーはこれはちょっと迂闊だったか。いや、枚数がこれだけ違えば問題ない。そうですね。ちょっと打たせたというよりは打たれたっていう気はしますけど、いやー、これにしてもですね、これ TMF 戦士はこれ逃げてもいいですし、まあ一発、まあ、囲んでおけばいいんで、そうですね、こう視界だけ取って囲んでおけばこうね、あい、おっと、サフィーが一発撃って。ああ、ここでデクスタが一発ダメージを取って、ヘイトを取って、次はこうね、サフィーが撃ってっていう、もう、右の方を撃ったら左の方も撃ちましょうみたいな、そんな感じでこう、試合を決定づけましたね。いやー、粘り強いですね。いやー、これ勝ちますか。なかなかですね。あ、ちょっと、プロフィットはちょっとミスが目立って。に対してミスがあったんだけど取り返しましたね。取り返しましたね。いやー、こう一時はね逆転されて、あ、これこのままなんか押されちゃうかなと思ったら、そんなことはなくて、こうやっぱり、個人技量でなんか圧倒してしまったっていう感じでしたね。プロフィー負けてたんですけどね、倍ほど違いましたけどね、かなり違いましたからね。こう一時期ね、4000対7000みたいな、そんな感じになってましたからね。この後もずっとリードされてましたけど、最後の最後でようやく、枚数が全く変わるという。そうですね、やっぱりそのね、ヒットポイント管理の重要さというか、やっぱり打たれないことってすごい重要だっていうのはよくわかりますよ ね、この TVP を見るとやっぱりそうですよね。リプレイ、もしくは、なんですけど、やっぱりね、余計な打たれ方をしないっていうことがやっぱり大事なんですよね。で、打たれるんだけれども、まあなんていうんですかね、意味のある打たれ方をどこまでできるかっていうところがね。そしてね、このね、 TVP1 枚倒すのにマーブがすごいジャンプ決めてこうアタックしに行くっていうね、ここら辺なんか腕ですかねっていう腕というか、たまたまというか、たまたまというか、こうね、あれ落ちてても全然不思議なかったですからね、ここで。まあでもマーブマレーシアですからね、マーブマレーシアだからほとんどゼロピンだから当てるの簡単なんでしょうね。こうそこでそういうことを言ってしまっているのかどうかって、リアルな話ですけど、これはあの半分ぐらい正解だと思います。はい、まあ
まあ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 、でも動き自体もいいですけどね。そうなんですよね。やっぱりその、うん、TMF 戦士のそのチームの調子の良さっていうのはマーブがきっちりダメージ取れてるか取れてないかっていうところにも現れてると思いますね。そうですね。こうね、TMF 戦士の2大こうエースといえばマーブとサフィーっていうこの2名ですからね。この2名が気持ちよく動けてるときはだいたい TMF 戦士強いですね、うん。スタッツ出てますか。ちょっと見てみましょう。よっ、はい、やっぱりサフィー、デクスター、パーティー。マーブはそれで、あれですね、こう、2ラインでダメージ取られすぎましたか、これ。あ、違うな。最初にダメージ取られすぎたんですよね、確か。そうですね。まあ、だから、その失敗をずっと続けないことが、肝心ですね。撃破されないことが何より大事なんですよ。うん、つまり、多少削られてもいいんですよ。撃破されなければ。ヒットポイントが残っていれば、弾は飛び出しますからね。弾は出ますからね。そこですよね。そういうところで、ちょっと撃破される数が多すぎましたね、プロフィット。うん、その集中されましたね。うん。なんで、ちょっと。あとは、その、IS-7 を倒しに行くタイミングっていうのを、ちょっとこう、無茶をしたかなっていうところはありましたよね。そうですね、ちょっと無茶になりましたかね。まあでもそこまでフリーを引いてないんですよね、あのシーンでは。そうですね、むしろ有利になってるはずなんですよ。あそこのシーンまでは有利でしたよね。その後の消極さ加減なのかどうかがわからないんですけど、ちょっと TPP ですよね、やっぱり、うんうん、TPP がやっぱり乗り越えた瞬間にすごい打たれたんで。ああ、そうですね、一箇所ありましたね、うん、あの中央側から打たれるあのキャップはあの基本的に相手乗り越えてもっと走ってこないと切れないわけじゃないですか、うん、それを考えずにちょっと自分から乗り越えてしまうと、そうですね、うん、やっぱりちょっとそういうところで欲張る必要がないところで欲張ってしまうと、うん、そういうところでやっぱり影響が出てしまうんで。そうですね、北の、50-51 TVP ですか、こう乗り越えた時に700ダメージもらったっていうのが、それが後々まで響いた感じですよね。乗り越える必要のない乗り越え方をしてしまってダメージを受けるというのが一番なんかもったいない感じですよね。はい。といったところで、こう、彼は強欲だったという。はい。怠惰ではなかったっていったところでしょうか。はい。で、こう、エフィシェンシーは勤勉だったっていう感じで10分間休憩を取りましょうか。最後の目玉、カレンティーガー VS EL ゲーミングですね。はい。それでは一旦休憩に入りたいと思います。